物は済んだね。僕たちだって頑張れば買い物くらいできるんだよ。せっかちゃんがインフルエンサーになっちゃったから。アイサーじゃなくてインサだけどね。答えてどうするのさ。でも、寒さにすごく強いせっかでも体調崩すんだね。ああ、しんどいわねー。冬の巫女が寒さに震えるなんて。パトたち、しっかり買い物できてるかな。とりあえず、早く家に帰ろうよ。お、パトとオオカちゃん。お、カナメイン、じゃないか。奇遇だね、こんなところでカナメインに会うなんて。ちょっと用事でな、お偉いさんのお出迎え中なんだ。お偉いさん。ああ、そろそろ到着の時間だからな。カナメイン、待たせたな、冥界の王様、案件が到着したぞ。ってあれ、なんか見たことある顔ぶれがいっぱい。アンちゃん。おや、オオカちゃん。お偉いさんって案件様のこと。ああ、そうだ、幻想郷に行きたかったらしいんだが、行き方が全くわからないっていうから。カナメンも大変ですな。パトはどうしてここまで来たんだ。せっかがインフルエンザになっちゃったから、現世の薬局まで買い物しに来たんだよ。そうそう、最近冥界で流行ってる現世のゲームがあるからみんなでやろうよ。聞くところによると今はゲーム実況強化月間、っていうじゃない？ならゲームをしましょう。俺は構わないぞ。面白そうだね、やろうよ。あれ、せっかは。それじゃあ早速ゲームスタート。アンちゃん、このゲームは何？アンダーテイルっていうゲームだよ。冥界で今すごく流行ってるんだよ。冥界にゲームがあることに驚きだ。そりゃあ、冥界も最先端を走らないと、現代っ子は使いきれないからねー。わかるわかる、死んだ後ゲームがなかったら死んでも死にきれないよ。死んだ後までゲームする気か。ということで、早速名前入力しちゃって。なんか文字が小刻みに震えて気持ち悪いな。名前は誰にするの？まあ、ここは案件って打ちたいけど、パトにしとくわ。僕なんですね、そうだろうと思ってましたよ。それじゃあ名前も決まったし早速ゲーム開始しようよ。なんか文字がアップしてきてるぞ。カナメンはゲームやったことないの？大程度のゲームでも文字が迫ってくるわよ。だからといって字幕をアップにしなくていい。主人公って女の子なのかな？多分そうじゃないかな。ちなみにこのゲームエンディングが3種類あるらしいけど、どうする？どんなエンディングなんですか？中立エンドと平和主義エンドと虐殺エンドがあるわよ。主に敵を倒す量によってルートが決まるらしいよ。ってことは別に敵を倒す必要がないってことなんですね。そうだね、敵を一匹も倒さなかったら平和主義、全部倒していったら虐殺、程よく倒してたら、中立って感じかな。詳しいね、アンちゃん。まあ、事前に基本情報を仕入れるのは当たり前だよ。それでどのルートを目指す？そうだね、あんまりむやみに倒したくないから平和主義で行こうかな。もしくは中立でもいいな。チュートリアルがお花さんって案外ほのぼの系なのかな？そうだね、ここではレベルじゃなくてラブらしいからすごく平和だよね。でも虐殺ルートがあるんでしょ？僕はこんな平和な世界に住む住人を殺せないよ。ああ、そうだな、花が俺たちにラブを分けてくれるらしいぜ。なんて素晴らしい世界、冥界で流行っただけのことはあるね。あれ、おかしいな、確か情報だと、そんなゲームじゃなかったんだけどな。あ、お花さんの仲良しカプセルが降ってきたよ。全部落としてるよ。なんでだろう、弾幕ゲームをやってたせいか、かわす癖がついてる。今度はちゃんと取りに行かないとね。あれ、なんかすっごく怖い顔になったよ。あ、やっと知ってる情報通りになった。あれ、パト、カナメン、どうしたの？よくも僕を騙してくれたな。決めた、虐殺ルートだ。こんなクソみたいなやつ全員ぶっ飛ばしてやる。パトとカナメンの顔が。ってちょっと、いきなりピンチだよ。なんて悪い顔しやがるんだ。こんな悪い顔今まで見たことないよ。というか、逃げれないんだけど。あれ、体力が回復したよ。それにしても最初から想像を超えてくるね。なんかゲームに慣れた人たちでも楽しめるようにできてるな。そうそう、それがこのゲームの面白さなんだよ。とりあえずあのおばさんについていくことになったな。命を助けてもらっただけじゃなくて、その後も安全な場所まで連れて行ってくれるなんて。魔物の中でも悪い人ばかりじゃないんだね。先へ進むためには各部屋、エリアにあるパズルを解いていく必要があるらしいぞ。最初はチュートリアルを兼ねて、教えてくれるらしいけど、今後どんどん難しくなっていくんだろうね。謎解きか、できるかな？大丈夫大丈夫、わからなくなったらカナメンに任したらいいんだよ。もしかしてカナメンって頭いいの？高校を途中で辞めた俺が頭いいわけないだろ。高校すら行けなかった私は一体。学校とは縁のない僕には勝てない。甘いわね。私の時代に学校なんてなかったわ。そもそもないだと。強く考えたらみんなバカの集まりってことじゃん。待て待て、学校でバカかどうか判断するのはどうかと思うぞ。たとえ、どんな有名な学校から卒業していい会社に入っても。
自分の力がなければ結局学歴なんて無意味だからな。世の中は実力社会、それは闇も光も変わらんさ。さすが奥の修羅場をくぐり抜けただけのことはあるね。そうだね、学校が全てじゃないよね。と言ってもさすがに高校受験落ちるのはどうかと思うがな。あれで落とさないでよ。あ、話してたらバトルが始まってた。とりあえず攻撃だね。あ、あれはモンスターとお話しするための練習だったのに。それを先に言ってよ。よし、チュートリアルも終わったし、全然敵を倒していこう。結局虐殺ルートで進めるの。いや、最初はストーリーの関係もあるだろうし、中立ルートで攻略するよ。今後戦っていくならレベル上げは必須だからな。RPG の定番だよね。それじゃあ早速どんどん敵を倒していこう。よし、最初は泣き虫だな。ちなみについさっきカエルのモンスターを倒したぞ。まだ敵のモンスターもレベルが低いから倒しやすいね。雨だって、ぜひもらう。まだ調べたらあるんじゃないか。そうだね、気になるところはどんどん調べていこう。あ、本当だ、まだあったね。お行儀悪いって言われちゃった。気にするな、もらえるものはどんどんもらっとけ。最低なクズだって。最低え、なんてゲームだ。く、でももらえるものは。あ、こぼれちゃった。ああ。プレイしてるのお前だろ。でもおかげで雨が4つ手に入ったよ。少し先に進んだね。まだトラップも簡単だし、まだ悩む必要はないかな。シナモンよバタースコッチどっちがいいかだって。俺はシナモンかな。私はバタースコッチだよ。おい、なんでバタースコッチをしてんだよ。へへん、だって私がバタースコッチを食べたいからね。アンちゃんだってバタスコ食べたいよね。バタスコって何？ははは、ほら見ろ、アンゲン様はシナモンが食いたかったんだよ。ですよね、アンゲン様。シナモンって何？シナモンを知らないだと。もう、私は千年前の人間だよ。わかるわけないじゃん。でも現代風の喋り方はできるんだね。それはそうだよ。やっぱり冥界は死者の魂が来るから現代の魂も来るんだよ。この前なんか、マジウケるとかマジマンジとかよくわからない言葉言われたよ。あ、それは私たちもあんまり理解してないから大丈夫だよ。アンゲン様って見た目は若いけど、中身はおばあちゃんなんだよな。この落とし穴のトラップ結構難しそうだぞ。やっぱり落ちちゃったね。いや、むしろ落ちた後にヒントがあるパターンだよ。ほんとだ、なんか下は道みたいになってる。そして落ち葉を踏まないでという書き置き、これは間違いないな。すごい、なんでみんなわかるの。まあ、長年の経験かな。トラップと落とし穴にはまった経験があるんだね。よし、地下で見たルートを通っていこうぜ。このトラップもやってみたら簡単だったね。まだ序盤だからな。確かパトパトチャンネルってよくゲーム実況をサボるチャンネルって聞いたけど。仕方ないじゃん、みんなストーリーを求めてるんだから。長すぎるコメントの返しはやめて。まあ、見たらわかることだからな。でも僕はそれを押し切ってでもゲーム実況者として実力をつけたいんだよ。ああ、頑張れよ。カナメンもメンバーに入ったんだから頑張ってね。そうだよね、いつの間にかメンバー入りしてたね。というか、12月にツイッター作った時にパトパトチャンネルのアイコンに出てた時点で決まってたんだよね。そうだね、あとはタイミングの問題だけだったね。でもウプ主として言わせてもらうけど、実はゲーム実況、序盤に、僕たちの関係性や今後のストーリーに関するヒントがあったりするから、ストーリーを本当に楽しみたい方は全部見ることをおすすめします。例えば、私たちのお母さんも初登場は序盤だしね。確かに見方によってはヒントになるコメントは多いと思うな。ツイッターのアイコンだって、確認した人からしたら今回カナメがメンバーになることは想像できたと思うしね。つまり、食わず嫌いは損をするってことだな。バトってやつはヒントをいろんなところに埋め込みたいタイプだからな。なんか変な生き物がいるよ。寝てるのかな？寝たふりっぽいね。だが実際にグーグー言いながら寝てるやつっているのか。せっかちゃんは確かスーって言いながら寝てたよ。それ、今ここで言っていいの？ナプスタブルークって言うんだね。外国人かな。ここに日本人はいないんじゃないか。みんなモンスターだしね。今回初めて HP が高いキャラとの戦いだよ。この涙みたいな攻撃地味にきついな。通常モンスターの戦闘は全部カットしたけど全部簡単だったからね。やる気が出ないから攻撃しないだって。本当このゲームって意外性をついてるよね。他のゲームでは見たことないよ。そういう予想ができないところが人気の理由なのかもな。カナメンもゲームとかするの？いや、俺の住んでた町にはゲーム機はなかったんだ。だから鬼ごっことかチャンバラがメインだったかな。ゲーム機がないの？俺の町は山奥で家電製品も日本に比べたら随分遅れてたからな。だから町自体もゲーム機を取り入れる余裕なんかなかったんだろうな。へえ、やっぱり国や町によって環境は全然違うんだね。なんか敵に気を使われてしまったんだけど。日
自ら HP ゲージを下げるとは、空気の読めるやつだな。なんか、最終的に私たちの勝ちでいいよとか言われちゃった。倒したのに経験値が減ったよ。いろんな意味で空気が冷めたね。とりあえず時間もいいし、ここで中断しないか。そうだね。今回の続きは次回で行いたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いつになったら帰ってくるんじゃあ。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。